兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。と一緒だったからよく覚えていたのかもね。え？特に意味はないよ。それより早くこの石の剣の持ち主を探そうよ。
ンスターが石像を持ってるのかな。じゃあ別れないで一緒に探した方がいいね。もしかしたら他のプレイヤーに持っていかれちゃったとか。変わったものか。そういえば木とか草がやけに倒れていたところはあった気がするけど。向こうに見える岩の近くだったと思う。なんか関係あるの？よくわからないけど。言われてみれば確かに。って、もしかして石像？でも、こうやって引きずった跡があるってことは。行ってみよう、キリト君。次は海岸エリアだね。まだ余裕あるよ。大丈夫。
し、やれ。一緒にやろう。でも、剣の部分が欠けてるね。これ、くっつくかな？よいしょっと、うわぁ！何今の？勇者たちよ。あ、今度は何よ！
勇者たちよ、我々をあるべき姿に戻してくれたこと、心より感謝する。これって、石像が喋ってるの？何かイベントがあるかなと思ってたけど、まさか喋り出すとは思わなかったよ。望むなら、我々に伝えられた剣技を何時らに伝えよう。さあ、習得を望むか。習得を望むなら、試練に耐えてもらわねばならぬ。試練か。それって、多分。私もしたい。ホローエリアのスキルってことは、多分強力なやつだろうし。よかろう。さすがは猛者ぞろいの勇者たちよ。ジラの力量、しかと見届けた。約束通り、剣技を授けよう。これが新しいソードスキル。では、さらばだ。
の石像が使ってたスキルだよね。だったら剣道の動きに近いから使いやすいかも。もしかしたら現実の剣道にも影響があったりして。これで少しはキリト君を支えてあげられるかな。そう言われるのは嬉しいけど、やっぱり力不足だったもん。私だってこれでも武道をやってるし、自分の力量くらいは把握してるよ。だからこうして強くなれるのは嬉しい。キリト君の横に立つなら足手まといにはならないようにしたいの。本当にありがとう、石像さん。なになに？お願いだ。